やりくりして作ったんだから。レッドベリル、僕の新作知らない？早起きして仕上げようと思ったらないの。先生に締め切り1日伸ばしてもらってるのに。やばいよ。新作って丈夫に作った制服のこと？そう、肩口を従来の100分の1詰めてより美しいフォルムにしてみました。一目でわかるかな。お、それとね、夏服配るよ。やっぱここの膨らみもう少し抑えた方が。後になさい、このファッション。そしたら僕の新作の服着たままだよ。さす、ちょっとお日様食べればインクルージョンも元気出すって。そうだ、可愛いパジャマ作ってあげる。今はちょっと、あとでね。あんた、どういうつもり。冬服がボロボロだし体型変わってるから、夏服作り直すか。あと髪型勝手に変えないでよね。僕のイメージがイメージなんだから。やっぱでかくなってるじゃん。偽物。待て、タイスーのあれのレプリカを作って。タイス終わってないわよ。よし、サイズもちょうどいい。どう、僕の最新作だよ。よく似合ってるよ84。君もよく似合ってるよ36。